ルクセンブルク博ジークフリート、またはジークフロイトはアルデンル博及び初代のルクセンブルクの統治者。トリーアの聖マクシミン修道院及びエヒタナハの聖、ウィリブロルド修道院の大弁人であった。ジークフリートはビドガウ博、ビゲリヒト、西フランクオールイ2世の孫国軍でとの息子とされている。また、ルクセンブルク系アルデンル家の子祖である。ジークフリートは 父より相続した領地がウェロートリンゲンにあった。その所領の範囲については、はっきりしていない。958年に、ベネディクト会のスタブロ修道院近くのボドゥー地域にあったベルナー博の所領を手に入れたとみられる。しかし、スタブロ修道院長ベリンフリートは、野心的なジークフリートが近くの領地を所有することを、心よく思わず、五十九年に自身でボドゥー、 村を手に入れた。マースー流域まで領土を広げようとした、ジークフリートの野心は、不成功に終わり、モーゼル川流域まで支配を広げていた、強大なトリやメッツ市教徒の対立を避け、アルゼットの方に関心を向けるようになった。10世紀半ば、ジークフリートは、ルーシー・リンバーフークと言われたいの多い地域を手に入れ、フラン近くの領地と引き換えにトリイの生幕市民。 修道院から川の使用権も手に入れた。この交換は987年までに行われた。含まれる領地自体は小さかったが、その取引の成果は大きく、その文書には、ケルン大司教ブルーのトリーヤ大司教ハインリヒ及びジークフリートの兄弟ウェルオトリンゲン孔フリードリヒ一世の風浪が見られる。963年、ジークフリートは本拠地となる。 カステラムルーシー・イリンバー・フークを発展しつつあった町の近くに建設した。これは既存の建物の改修であった可能性もある。ジークフリートは修道院や皇帝の領地を避けつつ、その領土を次第に西側に広げていった。ジークフリートは白を名乗ったが、ルクセンブルク博の位が用いられるようになったのは150年後のビルヘルムの時代である。ジークフリートは 皇帝の家臣であり続け、983年に、夫を二世が死去した際には、皇后テオファヌの味方として、西フランク王、ロテールと争った。950年頃、ノルトガウハクエーバーハルト四世の娘ヘイトビヒと結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。